今回紹介するゲームはヴァンパイアの PS4 日本語版です。もともと2018年海外で発売され、好評を受けて日本語版として2020年にて発売しました。ローカライズ会社は、またお前かい。でも買ったから仕方ない。翻訳を覚悟して紹介を取り組みます。ゲーム内容の評判がかなりいいので、そこを期待しましょう。ストーリー大筋、舞台は一線巻きのロンドン。スペイン風邪が猛威を振るい、多くの人の命を奪いました。医者である主人公は、スペイン風邪流行の背後の真実を探るべく、未知なる存在への探求を始まります。そしてなんと主人公自身もヴァンパイアであり、生き残るため未知の脅威と戦うためにも人を食べる必要があります。領地があるこそ苦しむ。ですが、食うべき相手を選べないといけません。外の闇と戦う同時に、内なる闇も増長します。さあ、今宵の犠牲者を誰にしましょうか。システム概要。ジャンルこそ RPG ですが、進行は AVG に近い。ストーリーと会話の時間はほぼ半分占めております。ロンドンという箱庭の中で自由に動き回り、謎を解いていく。雰囲気はともかく、システム的には龍が如くに違い。戦闘は妖芸のよくある攻撃&スキル形式。そしてヴァンパイアをちなんで、スタンからの吸血攻撃もあります。全体的にストーリー重視の AVG 色が強いですが、成長システムはかなり異色。 EXP 取得でレベルアップじゃなくて、 EXP を使用してスキルを解読し、使用量によってレベルアップ。しかもこの行為、寝る時だけ執行できます。また、 EXP 取得の一番の手段はなんと無実な市民を殺すこと。ヴァンパイアにとってまさに究極の選択ですね。そして地域ごとに健康度がありまして、低いほど敵の数と質が上がります。病気の放置もしくは捕食すると下がりますので、そこも慎重に検討しないといけませんね。両親を葬って力を取るか、もしくは弱いまま両親を取るか、あなたの選択はいかに。主人公がヴァンパイア、まさにこれの全面推しですね。ストーリーに範囲だけでなく、作品も変えてたように、犠牲者の選択、捕食による成長、戦闘中の吸血、システム面にもヴァンパイアを意識しての作り、別の立場でホラーを体験する感じすらありますね。完全自動セーブ、このゲーム完全なる自動セーブで手動はできません。ロードデータも最新の一つだけよって、決断を下したらもう引き返せないので、よく考えて行動するシステムであります。ゲームのボードも責任のある行動を大きく表示しますので、まさに開発意図硬派すぎません。セーブロードではなく周回プレイを促すのも AVG っぽいですね。敵の仕様、本作の敵は一般的な敵が強ければ報酬もいいという設定じゃない。敵はいくら強くても報酬は同じという仕様です。
しかも市民を殺す、もしくは病気のまま放置すると、その地域の敵が強くなり、数量も爆上がり、報酬が少ないのでむしろ邪魔なだけ。一番の強化法は飽食ですの設定の全面押しですね。翻訳は一安心、完璧とは言えませんが、意味不明で理解不能な文章はありませんでした。いくつ専用名詞の訳が少し違和感を覚えるくらいかな。まあグリードフォールのあれはひどすぎまして、本作がマシに見えるかもしれませんね。ヴァンパイア設定の濃さ、本作のヴァンパイアの仕様が非常に秀逸です。前も書いてましたが、ストーリー上やステータスだけでなく、システムをすべてヴァンパイアに合わせます。星晶と捕食システムの設定は非常に面白い。確かに不便ではありますが、システム面でも人の心を持つヴァンパイアの葛藤を表すことに自分は大きく評価したいと思います。緻密な人間関係とストーリー、さすが心理描写が売りで、ストーリーが素晴らしい。そして自分が最も注目するのは NPC の人間関係にあります。複雑な関係性が設定されており、お互い影響し合います。特殊会話とサブミッションにも影響します。また NPC の背景ストーリーを全部解明すると EXP も増えます。愛嬌が増えた同時にうまさも、まさに選択のゲームですね。闇の描写、このゲームのダーク度は極めて高い。主人公がヴァンパイアなので必ず夜しか行動しません。敵も超自然な存在で同じく闇に潜む、まさに闇 VS 闇。 NPC と関係を築くことによって旨味も増すという設定も腹黒度満点ですね。ファンタジーがどうかはともかく、ダークの描写については最高レベルを有します。ある種のホラーにもなりうると思いますね。システム不安定、また来たよこれ。エラーは起きていませんが、フリーズなら時々起きます。また読み込みが間に合わないの長時間ロードもしばしば。大容量のオープンワールドゲームじゃないのに、より許しがたいですね。ここはやっぱ四季の差かな。テンポが遅い、ストーリー重心なので会話量が非常に多い。それゆえ通常のゲームより進行が遅く感じます。それだけでなく、マップも完全シームレスじゃないので、別マップへ移動するローディングが結構長い。最後は戦闘、システム自体は悪くないんですが、ノーマル以上の敵は割と強いので、要所に配置され強い、報酬がしょぼいという三重苦で、さらにスピード感を損ないます。戦闘システムをもう少し厚くになれるものであれば、だいぶ改善できると思います。グリードフォールと同じローカライズ会社でめちゃ不安でしたが、翻訳はとりあえず大丈夫でした。そしてゲーム自体も噂通りの品質、ヴァンパイアを体験するという点だけを見ると、今までの最高傑作と言っても過言ではないかもしれませんね。